お疲れ様です。ラットです。今回はですね、こちらのペッカロイヤルホグデッキでですね、やっていくんですけど、3日前に、修正があって、環境が変わりましたということで、いろいろデッキを紹介していこうかなと思います。で、今回はこちらで、ロイホグが加工されたんですけど、使ってるのが、理由が、このバルキリーも加工されて、ロイホグの結構、なんていうんですかね、メタカードといいますか、メタではないですけど、結構厄介な相手がバルキリーだったんですけど、バルキリーが加工されて、だからロイホグが別にそんなきつくないといいますか、まだまだ全然強いっていうところで、こちらのですね、デッキを紹介したいと思います。で、これが、多分もう次のテンプレになるんじゃないかっていう感じで、今もうこの TB にも載ってるんですけど、このデッキがすごい強いみたいです。ということで、グラチャレですね。今6勝1敗やっていきたいと思います。で、基本的に、クラロは、基本的に受けからですね。基本的に受けからでやっていきます。で、なんか守って、その、ガゴとかで守ったとして、その守ってこのユニットに、カウンターでロイホグをつけてっていう感じですかね。本当に、カウンターしとけばなんとかなります。で、ここはもう、エレキとブスキにファイブ打って、よいしょ。このエレキは、このまま処理と。相手のデッキがよくわかんないですね。いや、これは、あれですね。陸受けが今ないんで、もうペッカで受ける。いや、ロイホグでいいな。これはもう、ちょっと、ロイホグ一匹だけ。一匹だけ。なんかごめんなさい。ここは、しょうがないですね。ちょっと悩みましたね。ペッカで受けるか、何で受けるかっていうので。なるほど。相手ゴレ。もうこれは、合わせて、ペッカを。で、後ろにウィザードつけて、すれば多分守れるかなと思います。で、基本的に、今、相手がゴレだったり、ゴレなんで、ペッカ出してますけど、基本的にそんな出さない感じかな。ゴレとか、ジャイとか、なんだろうな、あとは。ゴレとか、ジャイとか、そういう相手には出していいと思うんですけど、よいしょ、いけ。よいしょ、おいしい。それ以外の相手には、結構この、守ってカウンターっていうのを、ペッカを出さずにですね、戦っていけばいいかなと思います。でも、守ってカウンターをしてるだけだと、なんか押されることがあるんですね。なんか押されて、あれみたいな、このままだったら負けるみたいな時は、あえてペッカを出してですね、そのリズムを変えることによって大逆転的なのもあったりするんで、ペッカの出すタイミング的なのが結構大事になってきますね。よいしょ。これはもうこのままロイホグ出して、もうガゴもつけてあげて、よいしょ。アウトしいけど、これはいいですね。我慢。よいしょ。相手の防衛がうまいな。うまい。これはウィザードでいいかな。よいしょ。よいしょ。はい。はい。で、ゴーストもつけてあげて、あれが、なかなか厄介。やばい、突進が入る。オッケー。待って、これウィザードの範囲攻撃が入る。でけ。いやー、けど、この、プリンスの突進入れたくないから、ファイブで処理して、入ったけど処理して、この高めの吹き矢で、ゴースト出して、で、これでロイホグを出してあげればもう勝ちみたいなとこありますね。このウィザードにファイブ打ってくれないかな。おいしい。そしたらもうこれで相手もファイブ使ったから、これ防衛できないですよね。ウッド裂いて、もう吹き矢も付け足してあげて、よいしょ。あれ、おや、思ったより余裕で守られましたけど、あと700なんで、しっかりロイホグとファイブを出していけば、よいしょ。はい。
これちょっとさては攻めすぎ。やばい。おっと、さては、これやった説あるっすね。これで、やばい。やばい。やった。これ守れない。待って、動画取り出して2連敗する。やだ。聞いてない。マジで無理、マジで無理、マジで無理、マジで無理。やだ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 。マジやだ。本当にやだ。やだ。耐えて。耐えて。やだ。耐えろ。耐えろ。オッケー。あるある。全然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 ある。エリキ邪魔。エリキ邪魔。ロイグ壊せ。オッケー。ファイブ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 。来た。や。やばい。豚。もう一発。やばい。待って。はい。動画撮り出してから2連敗。どういうことやねん、もう。ちょ、待って。あと14。あと14。マジか。いやー、ごめん、さっきもなんですよね。ちょうど6勝0敗から取り出して、負けて、今取り直して、また負けて、ちょっと待って。いやーやー、ほんまに嫌だ、ほんまに嫌だ。けど、これは、勝たないといけないですよね。だって、ペッカ対ゴレで。あ、負けたっすけど、負けたっすけど、もうしゃーなしっすね。しゃーなし。はい、ってことで、続けます。続きます。いやー、待って、これやばい。もう本当に本当に負けられない、負けられない。よしで、まあ、待つと言ったんですけど、ゴーストはとりあえず流しとけばいいみたいなとかあるんで、よしで、ここのゴーストはガゴで防衛して、ゴーストとザッピ、神器かな、三種の神器ですね相手は。これウッとして、はい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 、古城ババ来て、やばい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 、めっちゃめっちゃ出してくるやん。オッケーオッケー、耐えた。待って、ウィザードとかされたらダメ。このカウンターであれを出したい。耐えて、あーん、けどまあまあしゃーなしですね。これロイホグ出して、しかも今相手めっちゃくちゃ攻めてきたんですよ。だからこれがしんどいでしょ、しんどいでしょ。いけ、ファイブ落ちたいっすけど、一回待って。まあ、吹き矢とウッドで。やばい。やばい。やばい。ひどい。ひどい。ちょ、待って。ウッドが、ウッドが当たってくれない。ちょっと待てよ。さだ、沼ってるな、沼ってる。やばい。まあまあ、こっからですね。こっから一回流れを変えるために、ケツペッカで、よいしょ。で、逆サイ来ても、まあ、ウィザードが、防衛力硬いから、硬いけど、頑張れ。頑張れ。オッケー。オッケー。もう少々はいい。少々はいい。オッケーオッケーオッケー。あー、ターゲットが間に合わねー。いや、待って。ちょ、待って。え？ダメ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 。まだいける、まだいける。全然いけます、全然いけます。ザップじゃないから、あれがしんどいんですけど、インドラが。けど、そんなん関係なしですね。これゴースト。いけ、オッケー。オッケー。あー、これ右も左もやばい。右がやばい。あー、間に合ってたー。ちょっと待って、あ、待って、ちょっと待って、これ当たった、ミス、ミス、ミス。ちょっとやばい。ひどい。ひどい。けど、頑張る。ここは右側来たらペッカでも守るっすね。よいしょ。おー、やば。いや、ファイブザップでザッピー削りや。けど今ザップ使ったから、このガゴが無双してくれて、ここでロイホグや。いけ。からの、気持ちファイブ、オッケー。気持ちファイブがいい。いいいい。しかも相手、ザップ、ウッドないから、いけ。やばい。そんなことしてると俺がやばい。やばい。一発殴られ。やばい。待って。俺が負ける。さては、さては、さては、やばい。やばい。待って、待って、待って。よし。耐えた、耐えた、耐えた。耐えたけどもだな。これ負けたっすね。
よいしょ。と思いきや、ワンチャン。やばいやばい、これ。防衛できない、防衛できない、防衛できない。あの、ゴーストずるい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 。やめて。やめて。やめて、ゴースト。やめて。あー、動画撮り出した、3連敗した。ちょ、待って。そんなことある？そんなことある？俺、6-0 だった、6-0 だった。マジで。ちょ、待って。6-0 だったって、俺。ほら、それまでに6連勝したんすけど、え？そんなことあるかよ。ちょっと待って、とりあえずこれ開けて、ウルトラ、ウルトラ来てもいらんかった。マジか、マジか。まあいいな、しゃあないな。負けるときもあるよな、うん、負けるときもあるわ。ってことで負けた、はい、負けました。ですけど、まあこれよければ使ってみてください。はい。ということで、今回は以上になります。では、バイバイ。